これ1番パー5、右は側屈しだね、左は広い、行かないか、練習場でね、今日あと超寒い、8月なのに超アゲンスト。フェアウェイど真ん中行きました。はい、行こう。芝なんですけど、日本と違ってバミューダ芝です。こういう感じです。俺のボールは残り288ヤード。ライもいいんで、ドライバーでめちゃくちゃアゲンストです。果敢に攻めていきたいと思います。パー3、2番パー3、150ヤード、ピンは手前で、すぐ手前にバンカーがあるの。上げてるから P で。あ、フックしなかった。カートボールぐらいか。257ヤードパー5。うわ。あ、右に跳ねた。セーフ。ドライバーミスって木に当たって330ぐらいまで戻ってんで。ユーティリティで木の右からドローで刻みます。やべ、まっすぐ行っちゃったよ。まあまあまあ、106ヤードで56度で、めちゃくちゃ浮いてるな。いいんじゃない？でけえか。ちょっとフライヤーかな。左の5メートルのスライス。嘘マジか。178ヤード。フォローなんで8番でいきます。ちょっと強めに。左がちょっと寄せづらいんで右から。うわー、当たってね。こっち来た。最悪です。5メートル下りスライス。耐えた。430ヤードパー4。完璧なフェード。110ヤードでフォローなんで56で軽く。
入った、やったダンク、ダンク、すげえ、すげえ、やったー、初めてダンク56でダンク軽く打って、ここに直接落ちてカップインイーグル、ありがとうございます。102ヤード60度、ちょっとポロってるね、なんで軽く打ちます。まあまあですね、ちょっと手前左。8ヤード残り60度で、はあ、463ヤードパー4、谷まで何ヤードいってるか分かんないです、組んでいきます。うわ、やば、大丈夫か、あ、大丈夫だ、帰ってきた。次行きすぎてグリーン狙えないんで、フェアウェイに出します。行け、8番で、3メートルの上りのスライス、これ決めたらでかい、うそー、足ボギー、こんな感じです。クリーク越え、そして狭い、ちょっとフェード打たないといけないかな、こっち側にフェード気味で打っていきたいと思います。完璧ですね。128、ちょっと上り50度で、3メートルぐらいのスライス、結構きつめ、はあ、パターが入らんね、パーで、ワンダーで終了。